緑のシールが脊柱起立筋になります。肘圧は起立筋の横側ですね、今指を指してます、ここを押していくんです。普通の肘圧であれば圧を入れながら上体をこのままお客さんの頭側に移動して、圧を抜くときはこの手を外回しに抜きます。これを連続します。圧を入れながら上体を移動させ外回し、このリズムなんですね。体勢は反対側の手、これ肘絶対に上げてください。肘がこのように落ちてしまうと手押しになっちゃうんですね。リズム的にはこういう感じです。1、2、3、4、要は肘の順列ってちょっと早め、これがお客さんに好まれます。流れるように、流れるように、流れるように、1、2、3、4、1、2、3、4。右の背中を押すときには右の肘を使っていきます。左の背中を押すときには左の肘を使っていきます。肘が終わったら通例のあなたが行っている母指圧、これを行っていってください。コンタクトポイントをずらしながら押して、抜くときには前腕を円を描くようにして抜くっていう、母指圧でいうと圧を入れてゆっくりと外回しで抜いて、また圧を入れながら外回しで抜く、母指重熱と同じなんですね。これを肘で行っていくと圧を入れながら抜く、圧を入れながら抜くっていう、はい、今回の動画があなたのためになったのであればぜひですねチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、今回は以上になります。次回またお会いしましょう。では失礼します。